白爪草は豆菓ジク軸創族の多年草。別名、白ロクローバー。原産地はヨーロッパ。現在、日本各地に帰化して自生する。人里、田畑から市街地まで幅広い環境に適応しているが、特に空き地や田畑周り、芝生やグラウンドに多く生える。捕虜系及び種子で増える。茎は地面近くを生い、節から根を出して繁茂する。 葉は柔らかいが、踏みつけや刈り取りには強く、速やかに再生してくる。この性質により、雑草防止、土壌侵食防止等に利用されることもある。葉は長い柄を備え、立ち上がる。その先端に卵型、または心臓系の3枚の小葉がつく。醤葉の両面に毛はなく、上面には半門がある。時に4枚以上の小葉がつくことがある。特に四醤油のものは、 四つ用のクローバーとして、珍重される。昼間は小葉を開き、夜間は V 字状に閉じる。花は白色、またはわずかに桃色を帯びる。家系の途中に葉はない。学列編はそれぞれ長さが異なるが、いずれも学頭と同程度かやや短い。花期は春から夏、十個から八十個の花が集まって、家系の先端で球状をなす。 禁縁種に桃色白爪草、紫爪草、紅花爪草、タチオランダ玄華、爪草魂などがある。ごく稀に5つ、4以上のクローバーも見つかる。前日のように、4つ葉のものが見つかることがある。さらに5葉、6つ、葉、7つ、葉、8つ葉なども例は少ないながら確認されている。小原茂雄は岩手県花巻市。 矢沢在住の農業研クローバー研究者。2009年5月10日、56枚用のクローバーを発見し、ギネス世界記録に認定された。2002年5月25日、鉢植え中に18枚用のクローバーを発見、ギネスブックに登録される。2008年には、小原とその家族によって21枚用や27枚用のものが発見される。が、 より多くのコバを持つものがあると予測し、ギネスブックへの記録申請を見送った。小原は2009年5月3日に33枚用のクローバーを発見し、ギネス認定に向け更新申請の準備を行っていたところ、1週間後の5月10日には56枚用のクローバーを発見した。2010年5月、ガンにより死去。漢字表記はクローバー。幕末。 オランダから長崎に輸入されたガラス機を衝撃から守るため乾燥したクローバーを干渉剤として使用していた。そこでクローバー全体を指す名称として詰めうという日本語が生まれた。本種は白い花をつけることからクローバーと呼ばれる。明治以降、改めて牧草として導入されたが繁殖力が旺盛なため全国各地に分布を広げた。 1938年の文献で、日本国中至る諸繁殖しているという記述を確認できる。地上部は、タンパク質やミネラルに富み、稲か牧草と根葉の上利用される。葉の大きさによって、ラジの型、コモン型、ワイルド型の三群に大別される。根粒ンの作用により、窒素を固定することから、自力が向上する植物として、緑化資材にも用いられている。 ただし、芝生を台無しにするので一部園芸家は剣をする。芝草や果樹園の下草、海苔面などの保護にも利用される。その他、花の首飾りや花冠など、草遊びの材料として利用される。濃厚な蜂蜜が得られる。また、若葉は食用になる。橋本育造によると、塩茹でして洋兵が柔らかくなったら冷水で手早く、冷まし、ごまへ、からしあえ、 甘酢などでいただくのが良い。花は、フライ、天ぷらにする。聖パトリックが三枚の小葉を、真、望む、愛に例え、四枚目の小葉を幸福と説いたと言われている。本種の花言葉は幸福であるが、それはこの言い伝えに由来する。五つ用のものは、金運。六つ用のものは、地位や名声を手に入れる幸運。七つ用のものは、九死に一生を得る幸運を表す。 ありがとうございます。